助っ人、阪神160キロのゲラを調査。阪神新助っ人投げ候補にハービー、ゲラ、遊撃手から投手転向即ブルペンで160キロの異色経歴右腕、無視に中継ぎで9試合に登板、先発2試合、して0勝0敗、防御率 4.09 の成績を残した。ケラーの次はゲラーかよ。9位はガチアナ、まだ28歳だから少し長い目で見たらありか。スイーパーとかシンカーとかいうやつは外れ臭いな、当たりはカーブとチェンジアップ持ってるやつよ。イニング上回るし食ってあかんやつやんゲラ。ハビーゲラウチっぽくない外人やな。防御率 FUJI やろ。ゲラは吉田にホームラン打たれてためコントロールは悪いから編成と岡田は嫌いそうなタイプだが、ドレッドな派手髪黒人 P に慣れてきたからゲラなれん。虫ケラーに続きゲラゲラ笑われる未来しか見えない。160ノーコンはヤクルトへの委託要因。ゲラエグいな、早決めてくれ。なんとら速報はこれからも阪神タイガースの動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。